本日紹介するのはグラビアアイドルの小日向ゆかさん。青年月日は1997年8月26日生まれで身長が160センチ。群馬県出身です。小日向ゆかさんは中学生当時からモデルに憧れており母に内緒でファッション雑誌セブンティーンのオーディションに応募して最初の審査に通ったが 編集部からの確認の電話に母が出て断るなどの猛反対に遭い、当時は諦めていたそうです。20歳になると給料に惹かれてイベントコンパニオンのアルバイトを東京都へ通う形式で始めたが、当時はまだ SNS とは無縁だったことからフォロワーも全くおらず、コスプレなどの華やかな仕事には応募すらできないことから、 ティッシュ配りなどの地味な仕事ばかりだった上、当初のイメージとは異なっていたことや、周囲が結婚し始めていたこともあり、これからどうしようと迷っていたところ、姉に実家を出てみることを勧められ、向かいうちにできることをしようと、芸能活動を視野に入れて共に上京し、同居を始めた。2021年2月には、写真週刊誌、フライデーにて、 表紙に有村霞にそっくり、E カップ超絶美少女と歌われて、グラビアページに掲載され、グラビアアイドルとしてのデビューを果たした。さらには、男性向け週刊誌、週刊プレイボーイや写真週刊誌、フラッシュにも、続々と掲載されるなど、活躍の幅を広げる、バラエティ番組にも呼ばれるようになり、アマゾンにて予約が開始された時点で、 タレント写真集部門の第3位を記録したほか、発売後の11月には、電子書籍版がランキングの第1位を記録しています。今後、小日向由佳さんが活躍されるよう、応援していきたいですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、グラビア、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。